平成19年台風第11号は2007年9月に発生し日本に接近して韓国に上陸した台風である。急激に発達した後、久米島を直撃し猛烈な風の被害をもたらした。進路図9月13日15時に南大東島の南東海上で発生した台風11号は勢力を強めながら北西に進んだ。14日には 非常に強い台風となり、沖縄本島地方の近海を通過。台風の直撃を受けた久米島では15日1時26分に、1958年の統計開始以来最も強い最大瞬間風速となる秒速62.8メートルを記録した。台風は15日から16日にかけて、東、シナ海を北上し、16日夕方には、 朝鮮半島南端に達した。その後17日09時には日本海西部で温帯低気圧に変わった。しかし温帯低気圧に変わった後も日本海を横断して東北地方に接近し、さらにその低気圧と周雨前線に向かって暖かく湿った空気が入ったため、東北北部の各地では記録的な大雨が降り被害が拡大した。住宅の被害は 全壊が10件、半壊が18件、一部損壊が約114件に上ったほか、町や区場や学校、ホテルの窓ガラスが多く割れた。また、電柱が倒壊したり折れ曲がったりなどして、約1900世帯が停電。佐藤木ビや電昇菊、牛舎倒壊などの農畜産物や、漁業では、 漁船が漁港の道路まで押し出されたりするなど漁船約14隻が破損などの被害を車エビ養殖場でも被害が出た。この台風は強風域半径が最盛期でも 190km と1999年以前の言い方でごく小さい台風であったが中心付近の気圧経度が非常に大きく中心付近で猛烈な風が吹いた。そのため直撃を受けた久米島では 最大瞬間風速が秒速62.8メートルを観測し、風による大きな被害が出た。ありがとうございます。